こんにちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回は香川県のクラシコ丸亀住宅展示場に来ています。とても新しい展示場ということで4月にオープンしたばかりなんですね。で、今回は7月末なんですけど、もうめちゃくちゃ暑いです。本当に日差しがさんさんと降り注いでいて、もう夏真っ盛りの一日なんですけども、そんな中光り輝いて見えるのがこちらのウィズのお家ですね。アイアンがあしらわれていてすごくアクセントになっているんです。今日はこちらのウィズのお家をたくさん見ていきたいと思います。そして今回ちょっとうちのね、家族も一緒に来ていまして、今回の出張に息子がこのお部屋で結構遊んだんですけど、もう真っ先に外遊び発信基地に走って行ったり、自分で遊ぶ場所を見つけて楽しんだりして、すごく楽しそうだったので、そんな模様もところどころご紹介できたらいいなと思います。では中へ入っていきましょう。暑いですね、本当に。わあ、石造りのエントランス、おしゃれですね。そしてアイコーム店さんだからこそのこちら、お帰り動線もしっかり今回もあります、ね、靴とか荷物、上着など、もう本当にごちゃごちゃするものは全部こっちにしまえて、手も洗って入れるっていう、素晴らしいですよね。で、こちらから今日は入っていきます。ゲストにはこのすっきりした方の玄関から入ってもらえるのが、なんか本当に嬉しいですよね。わー、綺麗。なんか本当に木の質感がいろんなところに感じられるスペースになります。ここはキッチンなんですけど、ダイニング、そして奥の和室も見渡せたり、リビングもしっかり見えますね。そしてこのキッチンに立つと見つけられたスペース、こちらすごいいいですよ。子どものワークスペースがここにあるんです。本当にちょっとクローズで一角にあるんですけど、子どもは集中してても、私はキッチン立ちながら子どもの様子を見ることができるんですね。ここで学校の宿題やったりとか、ね、家でリモートワークで小学校から早く帰ってきている子どもが作業するのがなんとなく想像ついて、すごいいい区画だなと思いました。で、子どもが成長したらまた違う使い方もできそうですし、なんかすごいこうちょっとした一角っていうのは本当に今らしい作りでいいですね。あとこっちがものすごい長く続いてるんで、ちょっと行ってみましょう。ここがキッチンなんですが、ここに洗面スペース、そしてちょっと作業する場所、さらにここがもう最高すぎる。見てください、洗濯機があるんですけど、もうそのまま干せる、このね、かけるとこがあって、こっちにも室内干しスペース、アイロンとお風呂場全部ここにまとまってて、さらにここがじゃーん、ここにクローゼットあるんですよ。もう洗って畳んでもうここにしまうだけでいいって、もう本当に楽ちんできるっていうのがいいですね。洗った後に寝室まで持ってくのがもう本当にめんどくさいんですよ、私。なんでもう洗ったそこに収納がしっかりあるっていうのは本当に助かるポイントだと思います。そしてリビングはこちらです。ここ一段下がってるんですけど、上は吹き抜けになってるんですね。いや、もう開放感がすごいですね。リビング自体はすごく広いってわけではないんですが、上にこう高く広がってるのですごく開放的で、部屋の中も明るいです。そしてもうここがもう一気に楽しいスペースになってるんですけど、外遊び発信基地になっています。で、ここにレジャーのものとか子供のストライダーとか置いてあって、そこからもう外にそのまま出れるようになってるんですね。あとこっちの裏側も階段下のところなんですけど収納になってて、こっちにもいろいろしまえるんで、キャンプグッズとかかさばるものは全部ここにしまって、ここはすっきりして過ごすことができるんです。
ちらスキップフロアなんですが、大人の書斎になっています。こう夫婦で並んで仕事をしたりとか、本当今の時代ならではの使い方ができそうですね。でもうなんかエアロバイクがあるんで、ちょっと仕事に疲れて運動不足、通勤も減ったしって時はここで運動をするっていうこともできるんですね。でこれ本当にちょっとした一角なんですけど、ここからはリビングがまた見下ろせるので、なんか本当に家の中にいても家族の様子も分かったりして、すごくいい作りだなと思いました。ここからが2階になります。先ほどの吹き抜けもよく見えてますね。ここが寝室になってます。あ、おしゃれ。あ、この壁の一角が木になってるの、めちゃくちゃかわいい。いいなぁ。ちょっとなんかほっこりする感じもあっておしゃれですね。で、ここにウォークインクローゼットがあり、なんとこのベランダ、先ほどのウィズの特徴のアイアンもちらっと見えてるんですけど、ここでちょっとした休憩を取ることができるんです。本当にね、周囲の視界は遮られていて、上からしっかり明かりを取ることができるので、お天気のいい日は本当に気持ちよさそうですね。そしてもうこれ今本当大人気ですよね。見て見て、テントがあるんです。なんか今ね、お家の中でもちょっとキャンプ気分を味わったりする方増えてるっていうのを聞くんですけど、もうここでバーベキュー家族でしたり、でちょっとテントで今日は寝てみたりっていうのもできるのがすごく素敵だなと思いました。ここが子供部屋になってますね。かわいい。すごい明るい。これ入り口でも見た縦のラインの窓がこの子供部屋に使われてたんですね。こんな可愛い子供部屋にしてみたいです。で、ここからも外に出れるので、このテントの方楽しめたりするんで、本当にね、こう家の中があちこちつながってて、すごく明るくてワクワクするポイントがたくさんある2階になってます。毎回ね、このスキップフロアと 2.5 階が何になってんのかなっていうのが私の楽しみなんですけど、今回もなかなかすごいですよ。こちらの 2.5 階は普通にまずここに収納があって、なんとなく想像つくんですけど、上にシアタールームがさらについてるんですね。なんでちょっと2段になってるみたいな感じ で、さらにこのシアタールームで家族で過ごしたり楽しめそうなんですが、その奥にも収納があるんです。なのでもう季節が違う使わないものとか全部その一番奥の収納にしまい込んで、家の中はすっきりと楽しむことができるっていうのがもう素晴らしいなと思いました。皆さんいかがでしたか？もう私は今回のうち本当に楽しく見て回りました。そして一緒に連れてきた長男も本当に勝手に走り出して、いろんなシーンでもう本当に楽しく自分の遊び場所を見つけてるのを見て、あ、こういう家だったら暮らしやすさと家に住みながらワクワクした気持ちを持って過ごすことができるんだなと実感しました。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。そして今回お届けしたこちらのお家から次回アレンジメントをご紹介していきます。次回もぜひ見てください。ではまた次回お会いしましょう。